こんにちは、センターシールRのビデオメイキングアーカイブアイリュー通信の第18回を始めたいと思います。よろしくお願いします。またなんかビデオが長くなってる短くやらないといけないですね。はい、今日は、そうですね、次に進みたいって言ったんですけど、一つやりたいことがあって、それは根本的な構造の変更したんですけど、 IL コンバーターの前ですね、したんですが、実際のジャンプ命令が今 BRS にしか対応してなくて、しかもそれの動作確認っていうのが ここの部分ですね、ロズリンが何かの都合で入れてるジャンプ命令に対してちゃんと出てるみたいなのを確認してる一点だけなので、なんか要するにですね、 if とかあの辺で確認したいよねと。どれかな、これかな、あ、これですね、これのここへ行きたかっただけど、その前に実際のとここれらがどうなのかっていうのを、ちゃちゃっとテストコード書いて確認してみようと思います。ちゃんと動く自信はどうだろう、一回もテストしてないですからね。 65% ぐらいですかね細かいテストの方針としては、この辺で書いてるテストと同じように、実際に if とか使うコードを書いて、でそいつに対応するテストコードを書くみたいな感じで、やっていきたいなと思います。ちょっと小さくしますね。まず、また同じ流れ でまずテストコードを書きますと、名前を、ちょっとでかいですね。ここに今必要ないからボイドって書こうとしましたが、ないとは言えないか。そういえばリターンでリットオープンコードで値を返さない場合でテストしてないし、なんかうまくいかない香りがプンプンしますね。それも後で確認 しないといけないですね。ここで、そうですね、コンディショナルブランチメインボディとかにしますか。内容は引数で与えられた A と B の内容の、代償関係に基づいてこんな感じにしますか。A の方がでかい場合はほにゃほにゃ、B の方がでかい場合はほにゃほにゃみたいな風にすると。これは、じゃあですね、どうだろう、どこまで書けるんだろう。考えてたらちょっと緊張しますね。例えばここでいきなりリターンしていいのかなみたいな。A の方がでかいので、こういうのは成り立つはずですよね。そしてこっちの場合は B-A といきなり複雑すぎるかな。でしかもこれマイナスの演算ってまだ実装してないですよね。なのでこれはオープンコードでいうとこのサブに相当するので、そいつを実装する必要がありますね。それから今までコンディショナルブランチについて何らかの判定が行われてブランチが行われるっていう曖昧な説明しかしてないんですけど、実際なんかここの部分はどんな風な IL に落ちるのかというのもありますね。ちょっと分量として多いかな。どうしようか。ちょっとね、複雑すぎて良くないような気がします。ちょっと変えます。引数は1個だけ取ってくると。で引数が0より大きいプラスの値だったらプラス1する。で
少なかったらマイナス1する。つまり、よりなんかそのプラスマイナスの符号でよりなんか0から離れる方向にインクリメントまたはデクリメントするみたいな、そんなイメージですね。まあ全然実用性のないコードですけど、まあこれならあのここの部分はなんか新しいオプコードに対応しなきゃいけないけど、ここはあでもマイナスがあるって感じか、マイナスがあるって感じですね。あじゃあ変えるか、プラス2にしときますかこれならここはアッドになるはずですよね。でここの1と2は予想では LDCI41 と LDCI42 で賄われるような気がしますね。で A は単にロードアーグでロードアーグ0で取ってくるだけなので、ポイントとしてはここがどう IL に落ちるかっていうことだけになりますね。まあこんな感じにしましょうか。で、テストコードは前のやつを拝借して作ります。コンディショナルブランチ、いいか。ちょっと命令が足んない気がする。まあいいや。コンディショナルブランチテスト。うん、まあ、他にも必要になったら、メソッド名を、リファクタリングで変えたいと思います。で、いつも通りメソッドを特定しといて、そいつを当てがって、コンバート変換して、その結果を比較するみたいな感じですね。ちょっと、どうでしょう。自力で考えてみますか。まあ、動かしたとは早い気もしますけど。C シャープのコード。切り替わってますよね。音声も入ってる。大丈夫？ああ、大丈夫、入ってます、ね、気をつけないとね、やらかす。C シャープのコードは、どういうコードかというと、まあ、ちょっとメソッド名とか適当にします。A みたいな通り、A が0より大きいですね。の時、リターン A プラス1とする。そうじゃなければ A プラス2とする。こういうことかな。はい、そうですね。C シャープのコードはまあこんなコード。これは IL に落ちるとどうなるのか。なんだ。イント3にメイン、イント3に A みたいな、まず定義されます。if、0より大きいって何ですかね。計算させて、その結果で条件分岐するんじゃないかなっていう気がします。まずこれを比較したいので、こいつをロードアーグで取ってきてプッシュします。ロードアーグ0でこいつの値をプッシュし、それからね0をプッシュする。 L でCI40 で、これねどうするのかな。サブすればいいような気がするんだけど、やっぱりなんかあサブ入るのかな、ちょっとわかんないです。サブすると引き算するんですよね。これからこれを引くかな。そうすると、ここの部分って要するに A-0 っていう計算をする。その結果がなんかどうだったかっていう条件で、BR なんかなんとかっていう命令で、ラベルをつけて、ここ前回の成果で0でいいですねジャンプする。で
ここからこっちへ、その満たされた場合はジャンプする、そうじゃないとスルーするのでこれになる。なので、ここでサブすると、どうなんだろうな、計算結果は残るけど、ここのコンディショナルブランチで、スタックを使うかどうかがよくわかんないですね。まずここは2つの値が入ります。1つは A、 そして1つは0が入ります。そしてサブすることによって計算結果が入ります。これは A-0 の計算結果が入ります。で、コンディショナルブランチをするときにこれをね、消化したような気がするんですけど、まあ、この後で確認してみましょう。で、消化されてるとするならば、今スタックは空なので、これを計算するためにもう一度ロード R、0で、これを取り出しますよね。 A の引数で、2を足したいので、LDCI42 をプッシュします。この2つで A と2がプッシュされる。これはアットすればいいですね。アットします。これで結果が入っているのでリターンする。ロズに合わせると、あの例の、あの後ろのあのコードとかついてくるかもしれないですけど、それ言うとあれですね、先頭にノップが入ってるかもしれないですけどね。で、こっち側ですね、こっち側は L の0000というラベルがつき、あとはここと似たような感じですね。ロード R、0、それから LDCI41アット2タイプ、おおよそこんな感じになるんじゃないですかね。でポイントは、まあ、ここら辺がどうなるかで、一つはこの、代償関係の比較が IL 的に同時実現されるのかっていうのは、まあ、ちょっと一回、まあ、コードを書いて確認してみた方がいいかなっていうのがあります。まあ、もう一つはそのコンディショナルブランチがどんな種類があるのかっていうのは、まあ、これは事前にあの MSDN を見れば分かりそうな気がしますね。まずそこを確認しましょう。はい、ここら辺の、BR ですね、BR。いろいろありますね。なんか BEQ とか、BGE とかありますね。これどうなんのかな。BGE とかになるのかな。BGS とかありますね。最初の値が2番目の値以上の場合はターゲット命令に制御を転送します。おお、あ、いやいや高級な命令がありますね。スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。バリュー1がスタックにプッシュされます。バリュー2がスタックにプッシュされます。まあ皆さんおなじみの、ここは我々がやる仕事です。そして、バリュー2とバリュー1がスタックからポップされ、バリュー1とバリュー2のが等しい場合は分岐処理が、実行されます。等しい場合？あ、なんかおかしくねえか？ちなみに、BGS 命令はバリュー1がバリュー2以上の場合に指定したターゲット命令に制御を転送します。なんか私は微妙に今この瞬間 MSDN の間違いを見つけてしまったような気がしますね。こっちが正しいで GE ですからね。 EQ とかなら分かりますけど GE な、グレーターオアイコールですね、多分略がね。これ間違ってますね、ここね、なんとなく。
まあ、最新はどうかわかんないです。これ、VS2008 バージョンで見てるので、最新は直ってるかも、英語では。わかんないですけど。ということで、これ使えば、なんか、わざわざ引き算をして確認するとかやらなくてもいけそうな感じですよね。まあ、ロズリンがどういうコードを吐くのか、結局やってみないとわかんないので、なんとも言えないですけど。手順としては、このサブがいらない。サブいらないですね。この2つで値が積まれている。そして、ここで言うところの、3番目ですね、これ。これが、等しい場合はちょっとあれですけど、バリュー2とバリュー1がスタックからポップされます。そして等しいかどうかの判定、等しいじゃない、等しいは大きいの判定が行われる。なので、ここは、BGES。そろそろ S について説明しないといけないか。BGE 命令、オペコードの BGE 命令って BGE と BGES とあったと思います。ないかな。あった。BGE っていうのと BGES と2つありますね。まあちょっと他に UN とかもありますけど、まあちょっとこの2つの違いについて見ておきましょうか。これですね。ここ。これが BGE だと int32 かな。で、BGS だと int8 ですね。オペランドのサイズが違うんですね。これ BGE と BGS。BGE の方を確認すると、オペランドのサイズは int32 になってますね。これは、また切り替えてない。ごめんなさいね。これ、BGE の方、今見てます。で、BGE の方を見ると、オペランドのサイズは int32 です。そして、BGS の方を見ると、オペランドのサイズは int8 ですね。8ビットか32ビットかの違いです。これは、つまり、このラベルに対応するオペランドのサイズのことを言っています。これが、BGES だと、8ビット。で、BGE だと32ビットですね。32ビットのオペランドとして、格納されている、バイトコードの一部としてってことですね。なんで2種類あるのかというと、本当はまあ32ビットだけにすればシンプルなんですよ。で、32ビットのオフセットなので、ものすごい遠くへジャンプしたりできるんですよね。オフセットなので。オフセットが32ビットで表現できるので、これはつまり符号を除外すれば31ビット分離れた場所にもジャンプできる。なんですが、その代わり、バイトコードが膨れ上がるんですね。これだと、つまり4バイトなので、4バイトです。だけど、8ビットだったら1バイトしかいらないので、この BGS 命令って、結局2バイトで済むんですね。最初のオペコードのバイトと、それから、このオペランドのバイト、1バイトで済むので、BGS が使えるところ、つまり8ビットで、飛べるような近距離に飛ぶ場合は、この BGS という短い形式を使えば、プログラムのサイズを短縮することができるということですね。そして、まあ、大体において、BGE が必要になることはほとんどない。そんなものすごい遠くのところへジャンプでこう飛んでいくっていう可能性はあんまないんですよね。なぜかというと、こいつで飛べる範囲ってメソッドを超えて飛べないんですよ。あくまでも同一のメソッド のバイトコードの中でどこにジャンプするかって話なんで、これが必要になるってことはメソッドのサイズ自体がめちゃくちゃでかいっ
あのメソッドのボディがめちゃくちゃでかいって話になるんで、まあ現実的ではないですね。だからなんかあんまりこれを使う、あのこの S じゃないバージョンを使ってるシチュエーションを見たことがないと。そして我々が今までずっとやってたあのロズリンのその集団に出てくるエピローグコードの BRS ですね。BRS もやっぱり S 付きなんですね。だからオペランド8ビットで、これ対応する BR も確かあったはずで、だからこれ多分32ビットなんですよ。でも BR 使うこともやっぱりないですね。あのそう離れすぎているので、あの遠くまでにジャンプできるんですけど、そんなでかいメソッドは大体ないので、なのであんまり使ってる機会、あの使ってるところ見たことがない。というわけでですね、こいつは BGS であのジャンプするようにあの出力されるんじゃないかなっていう気がします。これね、逆だったかな、これ多分 BGE だけじゃなくてその逆のパターン、 BLE とかもあるかもしれないですね。レスザンオアイコールってことですね。念のため確認しておきましょうか。あ、BLE ありますね。BLE とか BLES とか、まあ UN とかもありますけど、あります。これ別にどっちがどっちでもいいはずで、あとは機械的にどうロズリンがコンパイルして出力するかですよね。まあ、あとはじゃあ、実際にあのコンパイルしてどういうコードが出るのか確認してみますか。はい。これ、テストコード今、あのコピペで作ったので、ここの部分は全然違ってますね。まあ、なんですけど、ちょっととりあえず、ここだけ直す。で、置いとこうかな。int32 の、引数だけがこう違うって状態にして、で、この状態で一回ビルドします。はい、いいですね。で、テストコードを ILSpy にかけます。はい、これの今作った、よいしょ。コンディショナルブランチメインボディを見てみましょう。そうすると、ほう、なるほど。まずあのローカル変数が作られてますね。で、なんかこの1、最後のやつはなんとなくあの最後にいつも挿入されるお決まりのやつのような気がします。あ、そうですね、値を返すために一旦なんかローカル変数に代入してみたいなコードが入ってますね。なので1は多分それに使われている。0はなんかブールって指定されてますね。ブールの値をあの格納できるようにしてます。おお、なんか動作確認のために書いたコードのつもりだったんですけど、ブールの対応を先にやらないといけないかもしれないですね。そうなのか。まあまあいいや。で、実際のコードは、まあまずノップはいいです。ロードアーグ0で、これが取り込まれますね、引数の。で、それから LDCI40。おお、なんかちょっと違うコード出てますね。CGT。これはなんだ ?compares two values, if the first value is greater than the second, the integer value 1 is pushed. ああ、なるほど。これの代償関係を計算して、その結果をスタックにプッシュするって言ってるんですね。結果は true というか、満たされる場合は、1が格納される。そうじゃなければ0みたいな。そういう感じですかね。あ、じゃあ一旦スタックに入れて、で、それから、それを stlock。ああ、なるほどね。stlock するんで、このローカル変数領域に格納するんですよ。で、0って指定されてるから、この0なので、ブールのところへ格納している。これ、なんか、ツールチップのコメントには、あれですね、1がプッシュされるみたいに書いてありますね。実際の値として、ブールの値は、true は1として評価するってことかな。ちょっとこれは、ヘルプを見てみましょうか。CGT ですね。
CGT ありました。はい、CGT を見ますと、バリュー1がスタックにプッシュされます。バリュー2がスタックにプッシュされます。バリュー2とバリュー1がスタックがポップされます。 CGT はバリュー1がバリュー2を超えるかどうかをテストします。バリュー1がバリュー2を超える場合は1がスタックにプッシュされます。それ以外の場合は0がスタックにプッシュされます。あなんかあれですね、これイント32の値1がプッシュされて書いてありますね。それはそのまま ST ロックでローカル変数領域に格納した場合、ルールだったらついつまが合うっていうことでいいって話なんですかね。そこはなんかちょっとモヤモヤしますね。それは ST ロックを見ればいいのかな。 ST ロック0ありますね、を見てみます。 ST ロック ST ロック0名、あ、ごめんなさい、ST ロック0名は評価スタックの一番上の値をポップし、インデックスが0であるローカル変数にその値を移動します。値の型は現在のメソッドのローカルシグネチャで指定されている変数の型と一致している必要があります。4バイト帳より小さい整数値を保持しているローカルに格納すると、スタックからローカル変数に移動するときに値が切り詰められます。何を言ってるのかわからない。どういうことなんだ。なんか型が一致する必要があるって書いてあるにもかかわらず、今回の場合って型が一致してないですね。イント32と、ブールですよね。そういうことでいいっていうことかな。これは、あれですね。IL の使用書を見ないとよくわかんないかもしれないですね。今まあそういうあの命令が実際に出てるので、まあ実際動くんでしょこれで。で、ちょっと見直すと、ここですね。ここでまあ要するに0か1かの値がプッシュスタックにあるので、そいつを ST ロックでここへ格納しています。1はおそらくトゥルーになり、0はフォルスになるんでしょうと。で、再びロードロックで、ここから値を取り出してきて、スタックにプッシュします。そして BR フォルス S っていうのがありますね。Transfers control to target instruction if value is false a null reference or zero。 この命令 BR フォルスって書いてあるんですけど、別に比較する値はブールである必要はなさそうですね。フォルスかヌルか、ゼロの場合に満たされるって書いてありますね。なるほど。ということは、我々が今回対応しなきゃいけないのは、まず、ブール型について正しいコードが出力されるようにするっていうこと、それから CGT 命令を実装するっていうこと。で、ST ロックと LD ロックはすでにありますね。で、あと BR フォルス S ですね。これを実装する必要がありますと。まあ、ノップはいい。あれですね。ずっとノップの評価って先頭に存在する場合だけで見てたので、今回なんかいきなりこの辺にあったりするので、まあそういうのでも正しく、デコードされるのかっていうのは確認する必要がありますね。で、あと、LDCI41 も大丈夫。あとはもちろん大丈夫。大丈夫ですよね。これ、引数の方はイント32、それから LDCI41 はイント32。だからイント32とイント32の後なので、まあ既存のコードでいけるはず。そして ST ロック1も、確か実装したはず。で、BRS は、もうずっとやってますね。だから、あるから問題ない。あと、LDCI42 もあります。アットする、ST ロック1もあります。そして BRS もあります。ああ、なるほど。ああ、ここは、
あ、こういう風になるんですね。なんか、やっぱモヤモヤしますね。うん、あ、モヤモヤするって言ったのは、この、要するに条件が、満たされた場合と満たされなかった場合の両方とも一旦、両方ともブランチで、こう脱出位置を指定して、次の場所に遷移しているっていうコードが吐き出されてるんですよね。なんでここになんか BRS があるのかっていうのはなんとなく、なんか、ああ、こういうこともあるのかなみたいな。うん、ちょっとなんか、これが理由かどうかわかんないですけど、なんかそういう、要するに統一した、こう、脱出経路というか、そのパスを、統一して出力する、なんか、ようにした結果、BRS が間に挟まるようになったみたいな経緯がひょっとしたらあるのかもしれないですね。はい。というわけで、じゃあ、結局、ブールの対応と CGT の実装、BR フォルス S の対応をしないといけないと。はい。ちょっとこれ、書き直しましょうか。大体、まあ正確に書かない、あ、まあ書いてもいいか。ローカルスで、インデックス0がブール、インデックス1がイント32みたいな、ローカルが、作られてます。まあちょっと、ここの最大限は、とりあえず置いとくか。無駄に長くなるんで、分かってることだし。で、ロードアーク0 LDCI40 かな0で CGT で ST60LT60 BRForce.SL の0000みたいな感じになってます。そしてロードアーム0LDCI41 アットして ST61 で BRSL0002 あ、2じゃん、1か1で、ちょっと長くなるので、次行くと、L0000 は、ロードアーグ0。それから、LDCI42 アット、ST6、1、あ、ここいりますね。ちょっと今何書いてると思いました。32、こんな感じにしますか。はい、ここと、ここは、ここに、格納するところですね。で、BRS、L の0001と。で、L の0001は、ロード61リターン。こうかな。はい、そうですね。こんな感じですね。うん。メソッドの集団に、なんか意味不明なジャンプがあるだとか、それから、なんでいちいち
なんかこうローカル変数領域に入れたり出したり最後のところでもしてるのかみたいな話あるんですけど、最適化を考えずになんか機械的に変形していくと確かにこの方がその if による分岐によってあの true になるか false になるかによってのそのスタックの使い方とか、ジャンプの整合性っていうのが、まあ、統一感は取れてますよね。僕ら人間が見るとこの要するにすぐ後ろリターンのところはなんかこうわざわざジャンプも必要ないし、それからローカル変数領域に入れなくてももうスタックに積まれてるからすぐリターンでいいんじゃないのみたいなのはすぐ見てわかるんですけど、まあそこをあのメカニカルにというか、まあ、コンパイラーが機械的に出そうとすると、まあ、あのよく言えば統一感が取れていて、悪く言えばなんか手を抜いてる感じなんですけど、まあまあなんかわかる気がしますよね、そういう理由は。はい、カッコ閉じると、こんな感じですね。じゃあ、やった、あ、そうそう、で、対応しなければならないポイント、その1、ブール型に対応する。ブールタイプ。今、ブール、まだ対応してないんで。ブル型に対応する、それから CGT 命令の IL コンバータを書く、それから BR false S の IL コンバータを書く、あと付加情報としてはえっと2つラベルが出力されてGoTo が正しくあのこうポイントするかどうかですね。あの1個のパターンしか見てないので、ここで初めて、その複数のラベルが正しくハンドリングされているかどうかというのを確認できますね。もともとはなんかこれのつもりでこれを書いたんですけど、結果的にあのこれとこれとこれもやらなきゃいけなくなったみたいな。じゃあ順番にやっていきましょう。テストコードはそうですね、まあちょっと長くなるんで、まあ例によってあのソースコードを実際に出力させてそいつをレビューして OK だったら、まあここへガバッとコピーするみたいな感じでやって、あの手抜きな感じでやりますか。はい、でまず最初はブールタイプに対応させること、ちょっとビルド通るか確認しておきましょうね。大丈夫ですね。テストを走らせて、これだけがエラーになることを確認する。大丈夫ですね。で、ブールタイプね。まずは、イントとかロングとかが、イント 32t とか、イント 64t って、あの、変換される場所をみんな忘れてるかもしれないですけど、この、ゲット C ランゲージタイプネーム、かなり初期の頃に作りました。で、ここでタイプを判定して、それに対応する型を出力するみたいになってるんですね。で、ここで考えなきゃいけないのは、C 言語の世界で、ブールをどう表現するかですね。一番簡単なのは、イント32で代用すること。まあ、あるいはなんか、イント8でもいいかもしれないですけど、それはまあ一つ。あと、まあ、C++ ならブールっていうのがありますよね。だけど、まあ、これ C なので、ブールはない。そして C は C99 になって、新たに、そのブール型が、ブール型が定義されましたよね。それは、ここに実際に書いて、見ると、僕は初めて、C99 でブールを書きます。おお、確かにキーワードとして認識してますね。こういうことみたいですね。この、アンダースコアブール。で、しかも先頭が大文字らしいんですけど、これはなんか、相当苦肉の策だったみたいですね。なんか、みんな、ブーリアンとか、ブールとか、小文字の、とかは、まあ、当然のようになんか、
定義して使ってたところにその C99 で新たにそのブーブー型を対応させようと思うと、その既存のソースコードに破壊的変更を加えないように、なんかブールを表現するにはどうしたらいいかみたいなことで、僕が知ってるブール、ブールとこれ C++ ですね、これは C++、ブーリアンとか、それからブールもどっかにあったような気がするし、これありますね。これはWin32 とかそうですよね。あとね、Win32 のカーネルモードって、ブーリアンとかなってたような気が、なんかちょっと違うかもしれないけど、でも見たことありますね。この全て思い出のブーリアン。なので、彼ら標準委員会では、これらを再定義してしまうと互換性の問題を生じるからできなかった、仕方がないのでこれにしたみたいな、そういうことみたいです。まあ今はもう本当ね、なんか途中でなんていうの、ベター C として C++ を要求するっていう制限をIL2C に加えようかって何度か思ったんですけど、まあ今のところC99 基準で考えることにしますので、これをやっぱり使いたいですね。で、気になるのは C99 以前の C コンパイラでコンパイルした場合にこれをどう扱うのかなんですけど、一番簡単なのは自分で再定義すればいいですよね。type def int 8t ルールだとか、あるいは、enum とかでもいいのかな。enum、そう、あれなんですよね。C とか C++ って無名なんですよね、enum がね。あれ、ちなみに、true とか false はどうだったかな。こうすればいいのかな。なんかエラー出てますね。true はないと言ってますね。こう？なんかサジェスト出てるけど、なんか違う感じですね。C99 のブールってどうなるの？知らない。調べますか？知らないです。知らないので、C99 のブール。ああ、これ、ああ、なんかいいまとめのような気が します。なんとなく。はい、そうですね。int とは振る舞いが異なる。こう。あ、なんかスタンダードブールとかありますね。これを使うんかな。ブール型にって、おい、なんかアンダースコアブールになってないような気がするんですが。そういうもんなの？0以外の値を入れると1になる。プラスプラスはエラーにはならないが1のまま。1に対して、マイナスマイナスすると0になる。はあ、0に対してマイナスマイナスしてもマイナス1にはなれないので、1になる？微妙やな。ビットの順序とは関係なく0以外を代入すると1になる。はあ、これがあるんだったらこいつ0になってほしいけど、シフトでも0以外を代入すると1になるというルールにより1になる。0.01 は0だがブールに入れると1になる。はあ、ブール型の変数は値が0か1の1でかにしかならない。グール型の引数が、0、1以外の値を取り得ることを利用したコードを見てぐったりしたことがあるが、ブールならそういう心配がない。桁溢れした場合の動作が他の整数型とは違うので、そこに注目すると気持ち悪い感じもする。うん、そうですね。よく考えると、まあ、こうするほかないと思う。まあね。そうですか。じゃあ、true とか false ってないんですかね？このスタンダードブール。これ何が定義されてるかですね。ちょっと、こう配置してみて。
これに、GoTo Definition で飛べるかな。あ、飛びましたね。じゃあ何があるんだ。ああ。あ、ひどいね。ほら、ありなのこのデファイン。ああ、さようですか、そうですか。どうしようかな。ブーって書いていいってこと？あの小文字で。まあそうですよね。あの既存のコードにはそもそもスタンダードブール H っていうのはインクルードされてないはずですよね。なかった時代の話なので。で、新しいコードを書く人たちはこいつをインクルードしてくださいっていうルールにすれば、そうすれば、既存のコードとの競合はないはずですよね。分かってて書くわけだから。で、その上で、このアンスコブールというのは、ブールという名前で使っていいですよ。フォルスはもう0そのままですよ。トゥルーは1そのままの値ですよっていう話ですね。じゃあまあそれに習っときますか。そしてちゃんと C++ を除外することで、C++ にはネイティブであるんでね、ブール型が。なので、価値合わないようになっていると。いいか、これで。じゃあ方針としては、スタンダードブールをインクルードするようにします。で、まあ、この enum だとか、なんかそういうのは、定義しないことにして、ここでは、ブール、バリューイコールトゥルーとか、まあ、こんな感じで使うことにしますかね。はい。ブールについては、ほぼほぼいい感じになったような、いい感じで簡単に使えるようになったと思います。そして、utilities でタイプが指定されたときにどういう名前になるべきかというところに新たにエントリーが増えるわけですよ。ブール一番上のところだな。システム、型が、ブーリアンだったら、ここはブールとして出力すると。こんな感じですね。いいのかな。何を考えているかというと、よいしょ。メインボディ。ここには、自分で true を入れたり、自分で false を入れたり、例えばローカル編成に入れたりするコードが今ちょっとないので、直接それが現れてないですけど、この CGT を見るに、なんか、ブールの値を、その int32 の値で表現してるんですよね。0とか。1だとかいうので。で、それって機械的に、IL を見ながら置き換えていくと、わからない可能性があって、つまり ILC2C は、数値として、int32 の値として、true とか false を表現しちゃうような気がするんですよ。機械的に変えると。で、最終的にそれをローカル変数に代入するっていうことは、ローカル変数はブール型として宣言されている。そこに0を代入したり、1を代入したりしようとしてしまうってことなんですよね。なので、実は、なんか C99 が、さっきみたいにちょっと、ずっこけましたけど、スタンダードブールの定義として、true を1、それから false を0として扱っているっていうのは、まあ実は都合がいいっちゃいいですよね。これが、C++ みたいに、厳密に型指定されたブールの値、つまり true というシンボル名とか false とかいうシンボル名を要求するとなると、そうすると、ロードロックとかで、STLockとかで、そのフィールドに値を代入したいときに、それを検知してですね、フィールドの型が、ブール型かどうかを検知して、true とか false とかでシンボル名に置き換えなきゃいけないっていう作業が発生する気がするんですよ。なので、だけど、この C99 の規格によれば、数字を代入しても構わなくて、1なら true になり、0なら false になるって話なので、これはこれで、まあ、都合がいいですね。混んでいいような気がします。
西国インポ3人のスタックの値、今だ とローカル変数として割り当てられて、アンスコアンスコスタック、スタック0のイント3人キーとかになっていくわけですけど、ちょっと変えると、例えば CCT のことを考えると、CGT します。そうすると計算した結果によって、ちょっと薄いけど見えるかな、ちょっとまあやや薄いです。計算した結果としてこういう、なんか例えば true を表す32ビットの1っていう数字が格納されるわけですよ。まあ false かもしれないけど、でこの後stlock で stlock0 とかで、こいつをフィールドに格納するんですよね。定義がどうなっていくかというと、rule ローカル0、これ IL、 上とは関係ない話、 IL、こいつは C とするなら、rule ローカル0って宣言されている、それからスタックの領域として、イント、あ、じゃあ、イント3にキー、アスコアンスコ、スタックゼロ、アスコイント3にキー、長いな、っていうようなローカル変数が定義されている上で、こいつが、あ、この stlock が、ローカル0イコールアンスコアンスコスタック0イント32t みたいに、こういうソースコードが生成されてしまうんですよね。で、これ厳密に言えば、このローカル0はブール型じゃないですか。そしてこっち側はイント 32t の値なので、また違うみたいな話になるんですが、 C99 においてはこの代入は成立するはずですね。数値として扱えるので、これが C++ だとダメなのかな。C++ ってブールに対して数値を代入するなんてコードは生まれてから一度も書いてないような気がするんですが、どうなるのかちょっと試してみないと分かんないですね。まあとりあえず C99 ではいいという、これで問題ないってことが分かるので、このまま進めます。そうなんですよ、こういうなんかC のコードとのすり合わせのとこを考えるのが、まあなんか頭おかしいんじゃないのって言われるかもしれないですけど、微妙に楽しかったりするんですよね。あ、つじつまあったみたいな。まあどうでもいい話ですけど。で、で、話を戻すと、システムブーリアンはブール型ですね。まあここを、まあこうしてもいいですけど、まあなんか C99 っぽくなりますけど、まあ単にブールにしときますか。ブールと。はい。これで、これと、あ、もう一つ。コンバーターですね。コンバーターのソースコードを出力しているところで、今スタンダードイントを使うようにしてますけど、ここに合わせて、スタンダードブールも出力するようにしないといけないですね。これね、必要となるヘッダーファイルを常に今固定的に出してるんですね、ハードコーディングで。で、まあ一番ベストなのは、使われる、必要となるべきそのヘッダーファイルだけがインクルードされるようにするみたいなことは ありますよね。まあ、その、なんていうんです、出力されるソースコードの効率というよりは、なんか、これをここにハードコーディングでつらつらと書いていくのがなんかちょっと嫌な感じがしているので、ひょっとしたら将来、そういうふうにするかもしれない。例えば、解析したボディの中で、
ブール型を使っていることを検出したら、スタンダードブールエッジをインクルードするように、仕向けるみたいな。なんかそんなようなことはひょっとしたらするかもしれないです。で、これ入れると、そうすると既存のコードが全部壊れてしまいますね。先頭でスタンダードイントエッジしかインクルードしてないので、これは全て直しておきます。スタンダードブルエッジと。これを、ここら辺のコード全てに入れる感じですね。ここ。それからここ。折りたたんであるかな。それから。から、ここ。で、最後、まあ、今、これ、まだ変更中ですけど、まあ、こんな感じになると。はい。で、これだけでいいのか。とりあえずはいいですね。さっき言ったように、true とか false とかいうシンボル名を出力すべきかどうかなんですけど、一応数値で代用できます。IL 上は、それが、命令として現れるかと言われると、例えば LDC-true とかあるのかな。そういうのがあれば、それはね、true というシンボル名とかに置き換えないといけないかなって気がしますけど、LDC-ION-I8-R4-R8 なさそうですね。あと、ロードなんとかがっていう名前であるかどうかですね。ロードトゥルーとか、ロードフォルスがあるかな。ロードヌルはありますね。ロードオブジェ、ロードエスフィールド、ロードストラ、ロードトークン、ロードバーチャルファンクション。なさそうですね。名実ともに、IL 上で true とか false とかいうのをシンボルとして扱うことはない感じですね。BR false とかで false って名前入ってますけど、でもあれ実際、bool の値だけじゃなくて、int3 にでもいいし、なんか、ヌル参照かどうかでも判定できるって書いてあったんで、まああれは、単にシンボル、オペコードの、じゃあ、オフコードの名前がそうなっているというだけで、値とは直接関係ないですね。はい、いいような気がします。じゃあ、これで、最初の、ブールタイプの対応は、これで OK ですよ。やっぱか、そんなに難しくなかったですね。スタンダードブールへの対応しただけです。多分、イント8とかイント16とかはもっと簡単ですね。シンボル割り当てて終わりみたいな話です。じゃあ次、CGT いきますか。CGT は、ないかな。今、その辺のコンディションを判定するためのやつは今のところないですね。ので、適当なやつからちょっとファイルを新たにコピーして、コンディショナルコンバーターズって名前で新たに足しておきます。で、こいつの中身、今これコンバイ8なんですけど、これコピったので、これを変えますね。CGT コンバーターにします。で、オペコードも、オープコードも、CGT に変えておきます。CGT は、どうなんだろうな。CGT は、スタックから1個値をポップして判定をし、そしてスタックに値を1個プッシュしますね。だから、インラインなんではないですね。インライン、アイオンかな。
これって、出力するじゃない、オペランドか、オペランドのサイズか。じゃあインラインなんでいいか。ごめんなさい。インラインナンコンバーターはオペランドがないっていう意味ですね。だから CGT はオペランドないのでこれでいいですね。で、あとここを実装すると。ちょっと一旦消して。CGT はもう一度見ると、CGT。もう一度内容を確認します。まあ、1、2はいいですね。で、バリュー2とバリュー1がスタックからポップされます。2つポップされますね。で、判定はする。判定した結果、1個の値がプッシュされる。という流れです。ああ、これ、アットに近いですね。アットの内容を元にいじりますか。こんな感じ、まあ、ちょっと余分なものを含まれますけど。一旦コピーして、まず2つの値がポップされますっていうのはこれで実現しますね。で、その値が、なんて書いてあった？バリュー1がバリュー2を超える場合、これ、困りましたね。困りましたねってあれだけど。どういうことなんだろうな。どういうことというのは、こうやってポップしてきた値が何型かって分かんないですよね。まあ、アッドの時にもそれが言えてて。で、そこで、ポップしてきた値の型を厳密にこんな風に判定して、両方ともイントだったらホニャホニャとか、両方ともロングだったらホニャホニャみたいなコードを出してるわけですよ。これ、数値の比較ができないといけない？まあちょっとわかりにくいんで、仮に、じゃあ両方ともイントだったら、どういうコードになるのかを考えますか。で、両方ともイントだったら、結果をスタックにプッシュしますよね。で、こいつは、プッシュスタックで型が書いてある。これどうなるんだろうな。あと、CGT の、オプコードの定義に基づけばイントですね。グールって書きたくなりますけど。まあいいか。で、イント。だから、そうすると、スタックの、方もイントとして宣言されるようになりますね。で、シンボル名1とシンボル名2が、どう判定されるかによって、その結果が、ここに入るみたいなソースコードを出力する必要がある。これはまあ、C には、参考演算子があるので、これを使って実現しますか。逆だと問題があるので、もう一度確認すると、バリュー1がバリュー2を超える場合ですね。バリュー1、今、サイズですね。バリュー1がバリュー2を超える場合なので、こうですね。グレーターさんですね。で、その場合、1がスタックにプッシュされる。そうでなければ0がスタックにプッシュされる。っていうことですね。ここ true とか false って出したいですよね。なんとなくね。出しても一見問題はないか。ここを true として、ここを false と書いた場合、さっきのスタンダードブールエッジの定義に基づいて、まあ、実際に1か0か返されると。で、それが、0に入るんですね。これ、やっぱブールにしようかな。ブールにしとけば、ローカル変数領域は、一応ブール型として宣言される、最終的な出力は、ブール型に落ちますよね。さっきの、get C ランゲージ、
タイプネームを使ってブールという名前に置き換わるので、うん、なんかこれの方がいいような気がするな。でも結局実態はイントですよね。イント3人の値になる、うん、問題があるとすると、うん、なんだろうな、多分この厳密な IL 上の定義、つまり、実際には数値としてプッシュされているという事実の相違が何か影響があるかないかみたいな話ですね。なんかいいような気がするな。結果的にはなんかその IL と C 言語のそのグールのこう振る舞いが同一になって、まあ問題はないような気がします。いやー難しいね。じゃあまあこんな感じにしておきましょうか。はい。で、このパターンが両方ともイントと分かっている場合の話なんですよね。でも実際は、ロングもそうだし、小さい値ですね。ショートとか、バイトとか。まあ、あとそれぞれ符号なしありとかでも、なんか汎用的に使えるようにしたい気はちょっとしますよね。どうしようかな。じゃあですね。is primitive が違ったような気がするんだよな。数値型であることを判定するための UTT メソッドを用意しておきましょうか。これいらない。パブリックスタティックブール is numeric primitive で、タイプ、タイプと。こういう風にしますか。ここね、is numeric にしなかった理由はあって、デシマルを除外したかったんですよね。デシマルはね、プリミティブ型じゃないんですよ。あれは構造体なんですよね。で、何を言ってるかというと、プリミティブ型だと、IL に落ちた時の細かい操作は、今のところずっとやってきた方法と同じ方法で処理できる。でも、相手が構造体だとできないかもしれないですよね。まず、デシマルに対してアット命令とかは多分発行できないとかあるんですよ。なのでここは数値型のプリ数値を扱えるプリミティブ型という意味合いにしてあります。一個一個やるしかないのか。まあ辞書を作っておいてもいいですけどね。あ、ブーキャンじゃない。まずバイトがありますね。こんな感じで、対応する方を書いていきますが、今のところやってるのは、ブールとイント3人と、じゃあバイトとイント3人とイント64かの3つですね。バイトはまだやってないので一応やめておきましょうか。それ以外のものは、ニューメリックプリミティブではないというふうに返します。まあ今のところちょっとね、バイトとかショートとか対応してないですけど、まあそれはやるときにやります。で、これで判定ができるようになったので、こいつを使って、どこだったっけ、コンディショナルコンバーターのここですね。ここで、utilities is numeric primitive が、value 0と value 1の両方で満たされる場合。これちょっとコメントが関係ないんで、消しますね。こういうことですね。こうすると、その、ポップしてきた2つのスタックの値は、相互に比較可能だということになります。こういう感じで。なので、この式は、正しいものになって、その判定に応じて true か false が返されるみたいなコードになっている。いいですね。仮にですけど、
ストリングがプッシュされていて、ストリングとイントサニーがプッシュされている場合だと、ストリングはもう こいつがフォルスになるので成立しないので、下に落ちるとスローされると。はい、いいですね。アンノン CGT オペレーションと、こんな感じにしておきますか。で、ターゲットタイプを出せば、あ、なんか変なことになってるねっていうのに気がつくと。はい、いいですね。CGT コンバーターの実装としては以上ですね。なんか昼になってるんで、昼飯を食いに行きます。まあ多分、カットすると思いますけど。